くださった皆さんありがとうございます。今日はチーム M 恋は突然やってくる公演の終わりに今やっております。ね、通知で来てくださった皆さんもフラッと来てくださった皆さんもありがとうございます。あ、通知で来ました。こちら遊びに来ました。ありがとうございます。ゆっくり遊んでて遊んでてあべ、その服はワクチンに最適だ間違いない。そっか、これワクチン接種の時に便利な服やったんや。次ちょっと3回目行く時これで行こう。今日はバイオハザード配信はないんですか？今日はね、 YouTube の配信はお休みです。明日の21時か22時ぐらいからやる予定なので、よかったら YouTube のゲーム実況も見てください。今日はね、私は1ヶ月ぶりぐらいのチーム M 公演で、してしかもね、ちょっとめっちゃお腹空いたんですけど、そうだし、今日ね、なんか普通の自分のポジションだったんですけど、今年初めてのまあポジションをやって、なおかつね、なおかつやって、なおかつさんなおかつ今日はね、いつもは記憶のジレンマというユニット曲をやらせてもらってるんですけど、今日はシーズゴーンのユニットを急遽やることになりまして、そう、しかもね、そのやったことないポジションのシーズゴーンだったんですよ。それは今日の朝に急遽決まって、もう緊張したね。覚えたてほやほやで本番成功するかなと思いながら、振り入れはね、今日のもうほんとお昼ぐらいにやりました。そう、初、そうだから励ましのコーヒーもらってたのね。そうだから、前田玲子がね、頑張れっていうことでコーヒーをくれました。遊びに来たよ。いや、あんまりね、シーズゴーンってめっちゃやったこと、1回だけやったことあったんですけど、もうね、全然あの振りが違いすぎて、人によってびっくりしたね。舐めてました。頑張ってください。ありがとうございます。なら、はじめましてっていう、はじめましてじゃない、わかぽん最近沼ってます。嬉しい幸大きい人間です。ありがとうございますそんなこんなでね、今日は劇場公演でした。オリジナルの振りとかあるってこと？なんかね、まあ、3人のユニット曲なんですけど、一人一人そのサビは振り付け一緒やけど、でもここは違ってとかが、シーズゴーンは特に多い曲ですね。うん、もう3人とも全員ね、あの違う振りをしてました。よく見たら新発見でした。そして皆さん、 NMB48 の4枚目アルバムダンミュージックビデオ見てくださいましたか？見たよって人、あら、あ、土曜はダメよ、見たよって方もいる。ありがとうございます。ドダメもいつも出させてもらってるので見てください。ダン、あ、プジョヘンジャー見ました、見ました、ありがとうございます。めっちゃかっこいいし、なんかかっこいい曲っていうのは NMB にそれまでまあまあいろいろあったんですけど、なんかダークでなおかつかっこいい曲って珍しくないですか？あんまりなんかあのふ、なん、なんかあれなんていうんやろ、なんか世界観、あの世界観の曲ってあんまないような気がしませんね、でもそれはいいですよね。ちょうどなんかセンターがね、山本美香菜ちゃんやから、それもなんか似合いますよね。ぜひまだ見てないってことは、 NMB48 の公式 YouTube にミュージックビデオ上がってるので、ぜひ見てください。
ダークな曲は NMB あんまりないイメージ。確かにあんまりないよね。でもそういう曲結構好きだし、なんかね最初はやっぱミュージックビデオ見て、なんかさアニメとかなんかゲームの世界観っぽかったね。そんな気がしました。私も見ましたが、そして MV もなんですけど、昨日放送された、読売テレビのエモい落語という番組見てくださいましたでしょうか。 TVer でも上がってますので、もしよかったらぜひ見てください。あ、テレビに出てた、ありがとう、見てくれて。まだ見れてない。なんとね、今回は関西以外の方も TVer で見れちゃいます。イエーイ。あのね、見たことない阿部若菜がいます。もうこんな姿になるのかってびっくりしました。私もあのね、ほんとカツラをかぶってちょっととあることをしたんですけど、なんか我ながら、え、この格好みたいな感じにもなりつつ、似合いすぎてびっくりしました、正直自分自身が。はい、また後でツイッターにも写真載せるんですけど見てください。エモい落語見たよ、ありがとうございます。北陸だからそれは嬉しい。やっぱね、全国で見てもらえるのは嬉しいですね。そう、時代劇のオファー待ってますそして若ぽんちで作ったバターサンドは結局ご家族で食べたの。あ、そうですね、私のファンクラブの配信でお菓子を、あの NMB メンバーに配るっていうバレンタインのお菓子を作って家に置いてきたんですよ、全部で配り損ねて、結局なんかもうそこから渡す機会がなくて、なんか東京行ったりしてたから、あの家族に食べてもらいました。またチーム M のみんなにお菓子作ります。家族が美味しくいただいてくれました。そうね、チッヒーさんがいるときに、あ、写真集もこんなっての見たい。そう、皆さん、ちょっとお知らせになるんですけど、3月27日に阿部若菜のファースト写真集が発売されます。やったー。はい、これはね、でもこんなことしちゃうのみたいなのもあります。のショットもあるし、今ねもうほんと表紙も決めたり、あのなんか表紙の剥がした時の中にある表紙なんていうんですか、第二表紙ちょっと名前わかんない、あれ、あのカバー外した中の表紙もちょっと決めまして、いいやつですよ。写真集そう、あ、予約してありがとうございます。 Amazon でね予約始まってるので、ぜひぜひご覧ください。 Amazon で予約完了、ありがとうございます。またね、まあどんなのがあるのかお楽しみにしつつ、これだけは言っておくと、とりあえず温泉ショットはあります。お楽しみにしててください。まだね、特典とか表紙とかの情報も、でももうすぐですね、結構近々いろいろ発表が続々とありますので、ぜひツイッター、インスタをフォローしてご覧ください。お楽しみに。はい、これはね、もうあの2023年一発目の大規模イベントです。タイトルもね、あのいろいろ候補をいただいて私が選びました。楽しみに、お楽しみに。さて、そしてちょっとなんかお知らせみたいなのが多くて申し訳ないんですけど、明日16日のお昼12時から NMB48 3年半ぶりの握手会と写メ会の受付が始まります。握手会ですって。
もう久しぶりすぎて何も覚えてないので、もう初めての気持ちで、ぜひ初めての日に来てください。3月に握手の仕方忘れました。そうだから、またあの初めての時のドキドキを味わえる、なんて贅沢なんでしょう。握手会、ポンちゃんの握手会、初めて行く、初めての握手会です。きっとね、初めて行く方もたくさん多いと思う。全員初めてなので、やっぱ行ったことないけど不安やなとか、久々やけどどうしようかなって方も、もうこの機会に初めて行こうかなって言うとるけど、来てください。ぜひぜひ。緊張するよね絶対。写メ会もね、 NMB で写メ会あんまりない、てか初めてかも。なんかちょっとだから、こうやってね写真撮ったりしましょう。リクアは出たことありますか？ NMB でのリクアは初めてです。ライブも5月にあります。そう、お楽しみにしていてください。明日の12時から3月にパシフィコ横浜で、4月に大阪で握手会と写メ会とあるので、ぜひぜひよろしくお願いします。そう、なんか難波式写メ会って言って、誰が出るかな誰が出るかなみたいな写メ会もあるんですけど、今回はもうただ一人、君だけしか見えないよスタイルで、阿部若菜を選んで握手会、写メ会、写真をツーショット撮れるので、絶対絶対来てください。待ってます。君だけしか見えないよスタイルってなんだ。初めて若ぽん撮る予定です。ありがとうございます。若ぽんが描いたアイドル失格、表紙若にゃんに似てる。あら、なんか結構いろんなねこと言うの、誰々に似てるって、まあみんなのね心の目にお任せします。さあ、みんな、でも私、ま、みんなもねちょっと緊張すると思うんです。やっぱ握手会とかオンラインお話し会とかもあるんですけど、緊張するし、なんかちゃんと話せるかなとか思ったりもするかもしれないんですけど、大丈夫です。うん、なんかねドキドキすると思うんですけど、やっぱそういうの、そういう時ってなんか結局行って、あ、行かんくて、行かんかったらよかったになることってまれじゃない？緊張するけど、やっぱ行ってよかったってことの方が、なんか私の経験上多いし、割と皆さんの経験上的にもそういうもんやと思うんですよ。なんか行ってよかったで、お疲れ様でした。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 メンバーが賑やかに帰っていきました。そう、でもなんかそういうね、楽しくお話できたらいいなと思うので、気が向いたら来てください。私もでもドキドキするんです。もう誰も来てくれなかったらどうしようとかもあるんですけど、でもそれはそれで楽しみ。ドキドキしながら当日を迎えたいと思います。お待ちしてます。握手会行ってみたいな。それは来てみよう。日にちが、予定が合うといいですが、久々すぎる。今ね、お疲れ様でしたって帰っていたのは中野未来ちゃんと本郷ゆずはさんと、もっちゃん、浅尾桃香ちゃんでした。そう、5月にはね NMB のライブとリクエストアワーというファンの皆さんの投票でランキングで、あの歌う曲を決めるというね、ファンが見たい曲が見れるという最高のライブがございます。私初めてなんですよ NMB のリクアワーは。みんな何に投票するんやろ。私はねやっぱりでも、みんなでどれが入ると思うみたいな話をメンバーでし合ったりしてます。今もうリクエストは何投票してほしいの。私はあの別にこれ絶対投票してとかじゃないから、あのまだ真に受けないでほしいんですけど、ジュゴンはジュゴンを歌いたい。マニュこれでこれでみんな投票してくれてさ、ほんで私おらんかった時めっちゃ悲しいよな。全然折り面でも何の縁もゆかりもないんですけど、
ジュゴンはジュゴンだけはもう歌いたいって、もうこれこそもうコロナの前から 3,4 年前からずっと言ってます。ジュゴンを歌いたい。でももう折り面もあんまりいないから、多分言ってたらちょっとセンターでできるかもしれない。それが夢です。でもやっぱり夢は逃げないっていう曲が研究生の時代からの思い出の曲でもあるので、それはやりたいし、なんでしょうね、なんか全部曲好きやから、まあ夢逃げかな。ジュゴンはジュゴンやりたい。ちょっとジュゴンってなんかツイッターで言うとこ、もうあの運営の目に入るぐらいでかい声で言わないといけないから、ジュゴンはジュゴンですね。そう、目に止まらないといけないから、みんなもね、好きな曲にぜひ、好きな曲に投票するよりもさ、でもなんか推しメンがやりたいって言ってる曲にこうファンでみんなで団結して入れるっていうのが、なんか票がなんか無駄にならない感じで、きっとみんなも投票しやすいのかな。ジュゴンランクインしてほしいな。ジュゴン過激派を結成しようかな、 NMB 内で。ジュゴンを歌いたい人たちの集団を集めて、ファンで入れ、ファンの人に入れてもろてっていう。ジュゴンランクインしたら絶対私のおかげやと思う。過激派一人やったら切ないな。頑張ります。なんかおらへんのかな。ジュゴンはジュゴンを絶対にランクインさせたい集団。まあ私しかいなさそう。だってライブでやらないんよ、あんな曲ライブに入れてくれないんですよ、瀬戸里に。だから好きやねん、ほんま。あの踊りもいいんですよ、あれ。ジュゴン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 、ジュゴンはジュゴン。頑張ります。そんなわけで、写真集と握手会とライブとかいろいろあるので、皆さんぜひこれからも阿部あかなのこと見ててもらえたら嬉しいです。それでは最後にランキング読ませてもらいますね。13位ビンさん、12位モンチーさん、11位シンシグさん、10位リサさん、9位奈良のおいしんぼさん、おいしんぼいいね漫画、8位久男さん、7位犬の木もちさん、6位 AK さん、あっという間に金魚がぽっくり。何の略、最悪、ごめんなさい変なこと言って、大魚さん、これなんか大魚っていう字を見たから脳内に金魚が降りてきてしまいました。4位アルダさん、3位クニさん、 OK、2位チキンナンバさん、1位ユージローさん、はい、皆さん本当にありがとうございました。金魚は長生きさせてください。それではまたショールームもやりますのでお会いしましょう。 Twitter と Instagram と YouTube もよろしくお願いします。